皆さんこんにちは、レザーワークス一点です。今回の動画は、はい、最近さ、生徒さんから、いろんな道具ある程度使えるようになってきて、自宅でさ作業やるときに、金具類ね、どういったものを自分で揃えておけばいいかっていうご質問がありました。なので、今回はね、かしめ編、でその後に、缶類、丸缶だったりとか角缶だったりとかね、D 缶とかそういうのを小物作ったりとかバッグ作ったりするときにどういったものをストックしておけばいいかっていうのと、あとはそれを使うときのね、ちょっとしたポイントだったりとか気をつけなければいけないところっていうのを解説していきたいと思います。はいはいはい、はい、今回かしめ編だけれど、それ以前の問題で、かしめとか、ホックとか、いろいろあるじゃん。はいはいはい。そこの違いをまず。ああ、そうね。パッと見は同じように見えるかもしれないですけども、それ、じゃあ先やっておきますか。それは知りたい。まあ、ホック類とか、ボタン類っていうのは、こうやって開閉するときにパチンって止まるもの。これがホックとかボタンっていう種類ですね。はい。で、かしめっていうのは、こういう金具だったりとか、あとは革同士だったりとかをこのかしめっていう金具で打ち込んで固定してしまう部品、もう取り外しができないのがかしめ。そうです、はい、ここ金具がさこうついているじゃない、これ小さいかしめで留めているんだけど、固定するための金具ですね、はい、なので取り外しができないボタンのことをかしめって言いますので、そちらのねご説明になります。はい、じゃあ早速ね種類をご説明していきたいと思います、まずはね色から。色はねまずシルバーですね、ニッケルと言われているもの、シルバーだけでこんなにあるのね。はい、そうです。ここがシルバーですね。はい、それから、こっち行こうかな、ゴールド、ここからこっちがゴールドです。はい、それから似てるように見えるけどこっちは真鍮ですね、真鍮無垢、ここゴールド一部入ってますけども、こっちが真鍮になります。真鍮無垢に関しては、金属自体が真鍮なので、金属の経年変化、味が出てくるっていう感じですね、はい、それからこっちがアンティーク、はい、になります。なのでまず基本的な種類としてはこれ以外にもブラックがあったりとか、いろんなもの他にもあるんだけど、基本的なものとしてはシルバーとゴールドとアンティークと真鍮、この4つを揃えておけば大丈夫かなと思います。続いてはですね、頭の大きさですね。でこれはね極小とか、すごく大きなものとか特別なものもありますけども、基本的には小中大、この3種類を揃えておけば大丈夫かなと思います、まずこちらが小、頭の大きさね。それよりちっちゃいのあるんだ。ある、うん、でこれが中、はい、はい、それからこれが大、まずこの頭の丸い部分の大きさがこの3種類、で続いてはですねこの足の長さですね、これね頭と足があるんだけど、こっちが頭ね、はい、こっち、はい、はい、ちょっとピントがあったかな。はい、はい、でこっちが足の方、長い方がねこれ差し込むんだけど、このね足の長さっていうのが、波足っていうのと、足長っていうのがあります。こっちが波足、こっちが足長、長足、ちょっとどっちか分かんないけどこれ足長いでしょ、こっちの方が長い、ね、これが小の波足、足長、同じく中にも中の波足、それから足の長いもの、こんな感じですね、それぞれ2種類ずつあります、なのでここら辺も革の厚さと頭の大きさのバランスを取らなければいけないので、それぞれの波足と足長を揃えた方がいいかなと思います、それからねあとね、あったらいいかなっていうのがかしめってさ両面かしめになってるのね、こっちが足の方でこっちが両方頭丸くなってるってことね。そう、こっちが頭なんだけど足の方のさここも見せられるようになってるのね、だからポコッと両側膨らんでるんですよ、立体的に見せられるように、だけど背面側が平らになってほしい時があるんですよ。さっきのあれとかですか。そうそう、キーケースとかね、それちょっと今からお見せするんだけど、これが片面かしめ、
裏側足の方がこうやって、頭になっていない、ピント側はないんで、うんうんうん、こんな感じね、はい、平らになっているもので、これがあるとね、例えばこういった時ですね、ここのかしめあるじゃないですか、うんうん、この裏ってさ、このパーツの裏側になるわけだから、この裏がボコッと膨らんでいると、うんうん、見えないところだからさ、うん、膨らませる必要がなくて、膨らんでいるとね、ここに膨らんだ当たりが出ちゃうんですよ、うんうん、影響出そう、貼ってなかったとしても、うん、貼るとしたらなおさら、うん、ここに出ちゃうよね、凹凸が、うん、だからこうやってここは両面頭じゃなくて、はい、こんな感じ、はい、片面の頭のやつを使うと、うん、こういう隠すことができる、うん、で逆に言うと、この片面の頭のものって、うん、裏側が見せないことを前提としてますので、見えてしまうもの、うんうん、例えばこういうところにかしめを打つってなった時に、ここ頭でこっち側足が見えて、これがさ見えていたら、これがここに見えていたらさ、うん、あんまり見た目良くないでしょ、うるしょったいね、ね、例えば1枚の革でやるときとかさ、うん、裏側にさ、こっち側も見えちゃうわけじゃん、うん、こういうときはやっぱり両面かしめを使った方が、見た目はね、装飾になりますので、でやっていくとものすごいこういう数になってしまう、うん、そうだけどかしめとかってさ、金具の価格としてはそんなに高いものじゃないの、うんうん、だから、それぞれ今言ったものを一袋ずつとりあえず手元に置いておくと、いざという時にすぐ使うことができるんだけど、うん、例えばさ、1個の種類がなくなって、これを使いたいけど、それがないと作業が進まないってなった時にさ、止まっちゃったりとか、うん、それだけのために送料かかったりとか、決済手数料がかかっちゃったりとかすると、ちょっともったいないじゃないですか、うん、なので最初の段階で今言ったところら辺のサイズっていうのを揃えておくと、作業がスムーズにできるかなと思います。ね、あれとかめちゃくちゃ長いじゃん、足、これ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 とかこれとか、ああそうね、そんなあるんだね。さっき言ったように基本的には波足と長足、うん、足長、うんうん、でいいんだけど、まあ特別なものとしてこうやってさ、めちゃくちゃ長いものとかもあるんだよね、うん、ここら辺もね長いよね、すごく。それからあとは玉かしめって言って、頭がこうやってすごく立体的になってる、うんうん、ね、これは飾りかしめだったりとか、そういうものもあるから、まあ、そこら辺はさ、いろんな基本的なものを揃えた上で、さらにこういうものすごい足の長いものとかね、うん、こういうものも揃えておくと、いろんなものに使えるかなと思います、はい、それからさ、使い分けっていうところで言うと、うん、この足の長さ、どの足の長さを使えばいいかっていうのがさ、難しいところだよね、判断が、うん、これ中かしめなんだけど、これが長足、こっちが波足、うんうん、になります。でね、これさ、まあ、私の感覚ですよ、あくまでも、うん。ここにさ、くぼみあるでしょ、ここ、うんうん。これ必ずあるんですよ。こんな感じで。うん、で、革にこの足を差し込んだときに、うんうん、ここのくぼみが少なくとも見えるかな。このくぼみが少なくとも出ていないと、うん、皮から出てるね。そうそうそう、うんうん、そうしないと打ち込んでこの金具の中で潰れる分のゆとりがないので、うん、外れやすくなってしまうんですよ、うんうんうん、なので私の感覚的には皮に差し込んだ時にここのくぼみよりも先端上側ですね、うん、が出ている状態であればその足の長さでいいかなという判断。あ、それ目安になるね。そう、うんうん、このくぼみがね、だからさ、これでなんていうの、ここがさ、もうこのくぼみよりも上にある状態、うん、ピントが合わない、ね、ピントが合わないね、このくぼみよりも上にある状態であればこっちの長足の方に切り替えると、多分ここよりも下のこの辺、うん、はい、うん、この辺の状態で頭が出るので打ち込むことができるという感じです。足が長すぎてしまった場合、はい、それもありますよね、うん、逆にこの長足のものを使うときにここら辺しか皮がないってなったら、うん、どうなるんだろう、ミスりやすい、打ち込んだときに横ずれがしやすいので、はいはい、長足があまりにも出てしまうときには短いもの、うんうん、で頭の大きさと足の長さっていうのはある程度比例しているので、うんうん、なんていうのかな、これよりももっと薄いものを、これを波足の方ね、
うん、波足の方でこれでもすごく頭がこう足がすごく出ちゃってるとするじゃない、こうやって、うんうん、そうするとその皮の厚さとこのカシメの頭の大きさが合ってないってこと、うんうんうん、要はもっと薄いものだからこんなに大きなカシメを使うんじゃなくて、うん、もうワンサイズ下げてこっちのカシメショーの方をね、はいはい、こっちにすれば足がもっと短くなりますので、うん、強度的にはこっちの方で大丈夫っていう判断になりますね、うんうん、まあ、そういう目安でカシメの種類大きさだったりとか足の長さを選んでもらうとあの失敗するリスクが少しなくなるかなと思います。はい、カシメの種類とかっていうのは今ご説明したような感じになるんですけども、ここからは、カシメを使う時の注意点とかですね、はい、をいくつかご紹介していきたいと思います。まずね、カシメ打つ時の、一番失敗する可能性が高いものって足がね曲がってしまうことなんですよ、うんうん、もちろんそれはさっき言ったように足の長さと皮の厚さのバランスが取れていないっていうこともあるんですけども、うん、それに加えてね、あと打ち方によっても失敗する可能性が結構高くなる。でね、初めに把握しておいてもらいたいのが足の部分ですね、うん、はい、これ今足の部分を描いたものになってるんですけども、うん、足の部分ってね、ここの見える頭の部分と足の部分って一つのパーツになっているようで分かれているんですよね。こんな感じで。そうなんだ。ちょっともう一度お見せしましょうか。はい、そうだった、うん、はい、これ大カシメね、大きいもの、うんうんうん、この裏側見るとね、はい、こんな感じでここのね、縁が表から巻き込んだところで一つ分かれていて、ここから別パーツになってるんですよ。あの絵でいうと赤いところが、はい、ここの部分でね、これだから分かれているからさ、これ、あ、本当だ、分かれているからさ、グラ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 、これ動くじゃない、これ、うんうんうん、音もするでしょ、うんうん、でここの軸の部分がさ、根元のところこう山になってるじゃない、ここま、うん、っすぐ棒が下がってきて山になっている、うん、この山の中っていうのは空洞になってるんですよ、うん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 、それっていうのが、うん、ここの部分、はいはい、ピント合ってます、うん、ここの部分は空洞になってるんですよ、うん、でここの山の角度っていうのはカシメのメーカーとか種類によって結構ね、直角っぽく曲がってるものもあれば山型になっていてここの空洞がすごく広いものもある、うん、いろいろ種類があるんですけども、まずこのパーツが分かれてるっていうのを把握しておいてください、はい、でね、ここにまあ皮が挟まるわけじゃないですか、うんうん、ここにね、でこっちから頭をはめて内具で打ち込む、うん、その時にね、真上からズドンって打ち込まないとこの軸がね、こう傾いてしまうんですよ、うん、で良くない打ち方としては、まずは、まあ、良くないというかやりがちな失敗、うん、この内具でハンマーで叩く場合ですよ、うん、この内具が左右に寝ているかっていうのは正面から見ていたら分かるので、うんうん、左右にずれることってあんまりないんですよ、うん、だけど奥にずれてしまうこと、もしくは手前にずれてしまうこと、まあね、奥にずれることがほとんどなんですけども、うん、横から見るとね、この内具が向こうにこう傾いてる状態になって打ってる方がすごく多いんですよ、うんうん、で、もう一つのパターンとしてはこの、ね、内具はまっすぐなんだけど、このハンマーがこうなって真下に力が加わるんですよね、うんうん、ちゃんと見えてます？うん、こうなって真下に力が加わるんだけど、結構ねハンマーがこの斜めの段階で当たってる方が多いんですよ、うんうん、そうするだから向こう向いちゃうんです。そうすると内具はまっすぐに持っているんだけど当たる力が斜め向こうに押しているから、これがこうくの字型になるんですよね、こうやって結局。 なのでこれが曲がった力が加わってしまう、うんうんうん、っていうことがかなり多い、うん、でね、もう一つ失敗しやすいから、うん、結構ね打つ時にビビってしまって、うん、弱い力で、うん、トントンとこうやって打つ方結構多いんですよ、うんうん、理想はまっすぐに しっかりと少ない回数で打ち込む、はいはい、こんな感じ、うんうん、こうじゃなく、結構その音教室から聞こえてくる、聞こえてくるよね、ね、こうやって打つとね、うん、こうジリ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 って入っていくと、うん、このねズドンっていけば一気に潰れてくれるんだけど、うん、コンコンやるとねこれがねもう傾いちゃうの、うん、なるほど、
傾いたりとか、ここの空洞が真下に潰れるんじゃなくて、こっち側にちょっと折れ目ができて、そっちから見ると右に寝てきてしまったりとかね、うん、でこれって一回角度がついてしまうと、もうそっちの方向にどんどん傾いていくだけなの、うんうんうん、だからあの少ない回数でズドンって打ち込むことが、うん、あの失敗しにくいやり方かなと個人的には思います。はい、はい、では今妻のリクエストで、うん、やってみた方が分かるんじゃないということで、うんうん、やってみようかなと思います。はい、まずね、まずかしめは中かしめ用意しました。並足と長足用意しました、はい、で皮の厚さをね、うん、2mm ちょっと 2.23 ぐらいのもので打ち込むんですけども、これ並足入れた場合ね、これぐらい打ちした並足入れた場合の足の出てる長さがこれぐらい、うん、まあ、ちょうどいい感じですよね。はい、おと、それに対して長足、あ、すごい長い、長いよね、うんうん、これをさ打ち込んでこの出てるのを全部をこの中で潰し切るってさ、うんうん、無理でしょ、うん、だけどさ波足の在庫がなかった時にさ、まあ、これでやっちゃえってなっちゃうこともさ、うんうん、もしかしたらあるかもしれないでしょ、うん、これ1個取り寄せるためにさ待たなきゃいけないってなると、うん、でこういうバランスが取れてないものを打ち込んでみる、さらにさっき言ったようにトントントンとこう軽くね、うん、良くない、はい、失敗しやすい打ち方で打ってみるっていうのを実際にやってみたいと思います、はい、まずここでねパチンとこうはめますね、はい、こんな感じなんかで打ってみますね、うん、見えてるかな、少ない回数でズドンと打ち込みたいんだけど、うん、コン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 打っていく、今角度見やすいように変えました、うん、はい、足の長さが合っていない状態で、うん、しかもコン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 打つ、うん、はい、やってみます。一応ねまっすぐ打つようにわざと向こうに倒さずにまっすぐ打つ意識でやるんだけど、うんうん、これだけ足が長いとね曲がりやすいからさ、でコンコンいきますよ、曲がってる、もう右に曲がってる、本当だ、はい、このような感じで、もうこういい、ね、ものすごい今極端にやったからだけどさ、こうやってさほら上と下めちゃくちゃ曲がってるよね、すごい、これはさっきのここの軸の部分が、うんうん、ここが右に倒れて、はい、どん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 打てば打つほど右にずれてっちゃってるからこういうことになる、うん、まあ、極端にやってるけど度合いは違うかもしれないけど、こういうことが起きてるパターンがすごく多い。ちょっと裏側も一回見せてください。はい。もう全然違うところだよね。本当だね。頭とね、うん、足のね、はい。でこれを実際適した足の長さ、ちょっと待ってくださいね。頭がよくあったあった。これをさ適した足の長さで、で少ない回数でしっかりと真上からズドンと打ち込むっていうのをやってみます。はい、いきますね、ちょっとカメラ近いな、はい、いいですか、いきますよ、はい、うんうん、そうするとこんな感じ、しっかりとね潰れてま、はい、っすぐになっているのが分かるかなと思います、うんうん、ね、これだったらさ、まあ、もう一発ぐらい打ってもいいかなと思いますけども、うん、こんな感じで少ない回数でしっかりと真上から打ち込むと綺麗な形になります、はい、うん、はい、という感じで、はい、なんとなくわかりましたか、うん、すごい今回はね、あの失敗の方がものすごい失敗だったんで、うん、そうね、うん、分かりやすかったです、実践がね、うん、まあね、打ち込み方のポイントっていうのはそんな感じなんですけども、うん、種類もね、4色の並足足長、うんうん、とあとは両面打ちと片面打ちぐらいを揃えておくと、いろんなものにね対応することができて、これねまたあの缶の角缶とか丸缶とかね、うん、そっちの方でも解説しますけども、量産品既製品ね売られているものをね見てみてください、いろいろ、うん、ファスナーの色と金具の色、まあ、カシメ類だったりとか、うん、缶類だったりとか、ひねり、それから底鋲だったりとか、うん、そういうものの色をね揃えるっていうことはうちの教室ではねもう基本的にやること、うんうん、あ、ファスナーがゴールドだったらもう全部の金具がゴールドとかって、ね、うん、そうだけどね、既製品の見てもらうとね時々違うものも結構あるんですよ、うん、カシメ類は全部シルバー使われてるんだけど、うん、ナス缶
引っ掛けるナスカンはアンティーク使われているとか、ファスナーはシルバーなんだけど、うん、カシメ類とかビョウはゴールドとか、うん、結構あるんですよ、意外にね、うん、そこら辺をしっかりと統一するだけでも、うん、作品の印象、うんうん、完成度っていうのはこう高まって見えます、はい、なのでね、そこら辺も踏まえてね、金具類を揃えておくとスムーズな作業がねできるかなと思いますので、またね参考になれば嬉しいなと思います、それでは今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、それからいいなって思ったら高評価の方もよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。